よし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 、そろそろ遊び疲れてお腹が空いてきた。あ、じゃあご飯にしようか。はい、じゃあまた大好きな人参。あれ、あ、そっか、ごめんごめん、また丸ままの人参も飽きたって言ってたもんね。あ、じゃあこの間作ってすごい食べてくれたさ、あの人参サラダ作ろっか。え、あれほど大好きな人参サラダを食べない、どうしたの、うさちゃん。実はねいつも丸ごととか生の人参ばっか食べさせやがって。あ、なるほど、もう生自体飽きてきたのか。じゃあどんな料理が食べたい？3年前行った沖縄に行った時、あ、沖縄に行ったの、あなた。あ、沖縄に行った時に食べた人参しりしりが忘れられない。はあ、なかなかの通だね。ということで今回はこのうさちゃんのリクエストに応えました人参を使った美味しい人参しりしりをご紹介したいと思います。では早速調理していきたいと思います。まあ当然メインは人参なんですけども、あの人参しりしりってあのしりしり器があるんですよね。あのちょっとギザギザになって、あれがこう美味しいね、調味料が染み込んだり食感もいいとされるんですが、もう私は正攻法で、まあ、細切りにしていきたいと思います。このままなんとなく斜め薄切りにしていきます。もう全然ランダムでいいので、あんまり気にせずにガンガンやっていってください。で、まあ、ここまで来ましたら、まあ、ギリギリ落としていただいてですね、で、頑張って、もうゆっくりでいいので、こうちょっとランダムになっても全然いいので、頑張って薄切り細切りに、こんな感じでやっていっていただいたらいいと思います。で、あとはもうガガガガッと細切りにしていってください。これも本当にあの太いのができたり細いのができたりランダムでいいので、ガンガン切っていってください。こんな感じで、よし、ではフライパンをごま油で熱します。今回はちょっと香り高くごま油できますけど、人参を炒めていきます。1本たっぷり、このまましんなり甘みが出てくるまでしっかり炒めてください。ではじっくり炒めてる間に卵、人参しりしりはこの人参のオレンジ色と卵の黄色が、これが素敵なんですよね。はい、卵割りまして、お塩でさっと溶いてください。ちょっと白身を切るようにして、はい、これで OK。 あとは人参をじっくり炒めていきましょう。はい、前じっくり炒めてます。以前ですね、美味しい人参ナムルご紹介させていただいたんですけども、まあ炒めれば炒めるほど甘みがギュッと出てきてすごく美味しくなるというお話させていただきました。すごくこの人参自体にすごくツヤが出てきてしんなりとなって甘みが出てくるぐらいまでは炒めてほしいんですよね。なので時々ちょっとこうお味見していただくと、あ、結構甘み出てきました。もう本当は好みなんですけど、ちょっと柔らかくなってしっかり甘みが出てくるまでは炒めてください。非常にいい感じでございます。で、このね、あのガス火の前、この周りがちょっと焦げやすいので、そこだけちょっと、ね、色をきれいに仕上げたいのでね、せっかくなんで。よし、ではですね、
甘みが出てきましたら、ここでお塩、お塩&これポイントなんですよ。最大のポイント、おかか、この塩おかかで人参を炒めるというのがこれポイント。やはりね、沖縄料理、こう旨味をどこかでしっかり入れるという作業がありますが、僕は今回おかかを炒めて、しっかりおかかの旨味を人参に今吸わせてます、一本一本に。これがただの野菜炒めではない秘訣なんですよね。そしていい香りがしてきます。で、今回はお醤油は使わずに塩味だけです。なのでここでしっかりお塩とこのおかかで人参に味をつけるというのが大事、ね、ちょっとまたここで味を見ていただいてもいいかもしれないです。うん、美味しいけどもやっぱりお塩ちょっと足りないなということで、お塩プラスちょっとしっかりめに味をつけてください。 OK。 さあ、ここからもじゃあ卵をどう調理するかというと、恒例の北半球の、皆さんから見た南半球か、人参寄せまして、この北半球にちょいごま油、南半球に人参、北半球にごま油、ちょっと熱します。ここで卵を炒めると、人参と一緒に卵を炒めるとですね、すぐに人参と卵が絡まってあまり綺麗な仕上がりにならないんですよね。なのでここでごま油を熱したら、まず卵だけここにインします。で、まあなんとなくでいいんですが、できるだけ卵と人参が混ざらないように、ここで半熟卵を作ります。手前に傾けるようにこの調理するといいです。で、ちょっと半熟になってきました。これぐらい半熟になってきましたら、全体を混ぜる。こうするでね、この人参しりしりは卵をちょっとしっかりめに火を通すのが僕はすごく好きなんですよね。ちょっと卵をほぐしながらしっかり火を入れていく。こうするとね、このコントラストがすごく綺麗ですよね。この卵と人参もしっかりめに炒めていきます。いい香り。はい、 OK。 あとはお器にもりっと、このね、おかかのいい香り、人参の甘い香りもします。そしてこう卵でね、おかず感が出るんですよね。よい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 、ということでこれもあっちゅう間に完成しました。うさちゃんリクエストの人参しりしりでございます。あ、コントラストがいいね、これ。それではいただきます。どうかな、いい香り、いただきます。立派なメインおかずにもなり得るぐらいのしっかりとした鰹節のうまみ、人参の甘み、そして卵、コクもしっかり出てます。本当もう好みでもっと鰹節ドバッと入れていただいたりとか、なんかこうタンパク源ですね、入れていただいたりしてもいいと思います。うん、彩りも美しいし大満足でございます。うさちゃんどうだった？沖縄の海が懐かしい。あ、それまたちょっと別で聞かせてもらおうかな、それね。ということで
人参のサラダ、まあ、生も美味しいですけど、こういうちょっとちゃちゃっとできる 1.5 列目おかず、人参のね、ご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。